もうあのすごい期待して見に行ったらほぼその通りだったキックアス2ですねジャススティスフォーーエバーです、はいえー、すごい期待して見に行ったというのはキックアス自体がですね、あのー、これあのまあ見た人多いと思うんですけど一応言っておきますけどもスーパーヒーローに憧れてアマゾンでですね全身体操を取り寄せてなんとなくなっちゃった兄ちゃんが主人公なんですね。でキックアス1の時は なんかね、正義感に駆られて不良たちに「やめろ!」って言ったらボコボコにとつかれてで自動車にドーンと離れられるのでそれのおかげで全身にメタルが入っちゃったあの交通事故のおかげで金属が入っちゃっておまけに神経が一部がバカになって殴られてもあまり痛くないと「やった俺骨が金属に入れ替わったし殴られても痛くないじゃんもうこれで俺はヒーローだ」って言って自警団まがいのことをやってボコボコに殴られると主に殴られてるばっかりのヒーローなんですけどそこに。 小学校5年か6年ぐらいのヒットガールっていう女の子が来て自分よりはるかに強くてっていうですね、なんかその年の差恋愛にならないんだけど関係みたいなものがあってあのまあ僕らみたいなこういうアクション好きにしてはすごい心つかまれる展開でそれの「2」なんですよ。で「2」であのヒットガールは小学校56年だから可愛かったんだけどこれ高校生ぐらいになったらなんかねあんまり顔とか体型が変わらないから単なる貧弱な姉ちゃんになっちゃったのね。 で単なる貧弱な姉ちゃんでどこまでやるのかと思ったら割と面白くて最後ヒットガールがですねなんか紫色のバイクに乗って走っていくのを見たらかっこええって思っちゃったからまあ期待して期待通りぐらいの面白さというのがありました。割とと好きですあとですすあね